今回ですけども排水マスの掃除をしたいと思います。汚水マスとも言いますが生活排水が流れていく配管となります。下水道までをつなぐ配管ですので建物の立地により長さや形状などはね様々ですね。うちは目の前に下水道が通っているのでマスはね2箇所となります。排水管には傾斜がついているので下水道に向かうほどね深くなっていきます。おそらく10年とか掃除をしていないとゴミが詰まったりして流れが悪かったりしますね。こちらのマスは下水道につながるマスなのでかなり深さがあります。マスが多くなると距離も長くなるのでゴミも溜まりやすく詰まりやすいと思います。浄化槽の場合も同じですが基本的には管理業者がメンテナンスをしているので個人で掃除をしなくても大丈夫な場合も多いです。生活排水は全て同じでシンク、洗面台、お風呂、トイレなど全て同じ配管で流れていきます。こんな感じですね。今回はこの外側の排水マスをね掃除していきたいと思います。家の中から掃除する場合にはポイントごとに掃除が必要となります。パイプハイターを使ったりこちらの場合は S 字に曲がっている排水トラップを外しての掃除となります。では早速ですが掃除の方を始めたいと思います。今回はこちらの高圧洗浄機を使って掃除します。まあこれがなくても掃除は可能でジェットノズルやブラシなどを使ってね最低限の掃除はできると思います。こちらは別で購入したものですがパイプクリーナー用のホースとなります。逆噴射ノズルで奥に入れながらパイプの中を掃除していきます。ではちょっとね試してみます。こんな感じですね。あらゆる方向に噴射するので効果の方はね高いと思われますね。こんな感じでパイプを入れて噴射しております。下の配管に向かっても洗浄しています。若干水しぶきがあるので汚れが飛んでるようでね怖いですね。見えている部分は逆噴射できないので通常の広角ランスを使ってね掃除しています。見えない場所なのでちょっとずつ動かしながらなんとなくね感覚ですね。はい、こんな感じで綺麗になってますね。
はい、こんな感じで綺麗になったと思います。下水はメンテナンス不要と思っている方も多くいると思うので、一度確認してみるといいと思います。高圧洗浄機がなくてもジェットノズルを使ったりパイプクリーナーを高い方から流したりブラシでこすったりといろいろ駆使すればなんとかなると思います。でこちらを全部流したいと思います。まだ時間はかかりそうですね。2、3分経過しますが、少しね、流れてきました。ちゃんと流れてますね。この感じだと下水道まではね、到達しています。さらに時間を置くとドロドロのジェルがね、ゆっくり流れてきました。流れる経路の汚れやゴミには効果の方はね、高いと思います。詰まったゴミなども解消できる可能性はありますね。30分経過してもまだ流れています。では一度水道で流しまして、最後になりますがこちらのねカビキラーを使ってみたいと思います。見える範囲にスプレーしてみて汚れの方をね落としたいと思います。はい、こんな感じでしばらくね放置してみます。おお、すごい綺麗になってますね。下り側もすごいですね。ピカピカです。見える範囲しかできないですが、表面も綺麗にしたいときはねこちらもいいですね。配管やマスの形状によってはよりゴミのたまりやすい場所などもあると思います。油などを大量に流してしまったりすると確実に汚れは悪化しています。家の周りを見るとこのようなマスがあると思いますので、汚れ詰まりなど気になる方はまずね全てのマスを分けてライトを照らしてね確認してみるといいと思います。1年に1度くらいは掃除したいところですね。こんな感じで動画の方は以上です。ご視聴ありがとうございました。